先生の方々には大変お世話になったしよく勉強も教えていただいたし非常に夜遅くまで熱心だったですね研究室の10時11時なんてもう当たり前でね終わってから各ゼミの先生方いろいろおられてお態どいで行ったもんですよ。<laughs> ただ社会に出るときにあのまあプロはプロで私は素晴らしいことだと思うんです否定はしませんし。 行ったらいいし、いやそのプロでもどうしたらいいんやそのあと10年20年持てばいいですけど、ことできるプロと短期間で終わってしまうあるいは怪我で終わってしまうということもございますね。まあそこらのことも踏まえたあ将来のことを考えてやはり勉強をしてほしいなと私はつくづく思いますね。 やはり学生さんにはやはり目的をしっかり持ってで一つうまいこといけばいいけどもしここで駄目になったらどうしようかということで、えー、しっかりと目標を目的を持ってやってほしいということなんですね。これからもっと立派にするのはやっぱり人ですしそのためにやはりどうしたらいいんかということがやはり抜本的に考えを一からやはり 思い切って白紙に戻してやるぐらいの気持ちでないと今の時代の流れしかもそうですねそういったものについていけないんじゃないかなという心配は旧は自分自身はしております OB としてですねそこらはやはりこれから大学として発展するためには頑張って改革を。 していかないかんちゃうかなと思いますけどね、うん。ね